紹介してみたいと思います。まずは社内のルールとか会社の考え方も大事ですね。お金とか財務の話です。でよくここで出てくる話でこういうものをもう少しまとめて経営をする上で利益が大事だって話が出てくるんですよね。中には利益は社長の通信簿とおっしゃった方結構いらっしゃいます。だから経営者感覚っていうのはいかにこう利益を出していくかということを考えることも大事なんですね。だからよくですね、経営の目的は利益であるという方もいらっしゃるんです。でそれがね決して間違ってるわけではないと思うんですが、ただしですね、間違ってるわけではないんですがちょっと足りない部分もあるんじゃないかなと思います。でそのことを言ってる人がいるんでその方の言葉を紹介しましょう。それ皆さんの資料の3ページに書いていますけれども、こういうことが書いています。3ページ一番上に聞いてあげますが、これはヒューレット・パッカードという会社を作りましたデイビッド・パッカードさんという方がこう言ってるんですね。利益は血液と同じ目的ではないがそれがないと生きていけないとこう言ってるんですね。だからすごく大切なんですけどそれだけが目的かというとそうではないと思います。なぜかというと利益を目的にしてしまうとさっき言ったようにずれていくことが多いんですね。じゃあ儲かればいいのかということで不動産投資とか株とか自分たちの関係ないビジネスに投資してしまう、そしてかえって大きな負債を投資してしまうということがあるんです。ただしここで皆さんに申し上げますが申し上げますが利益は大事ですからね。先ほど財務が大事、お金が大事という話ありましたでしょ。あるいは皆さんがその独自技術を高めようとするときどうですか。やっぱり利益がないとそういうことはできますよね。で特に利益が何で大事かというと、利益は何で大事かというとそこにも書いていますように人件費の家賃とか借入金の返済も全部ですね利益が出てくるんですね。だから利益は大事です。ただしその利益はどこから出てくるかということを改めて明確にしましょう。で利益はどこから出てくるかというと特に利益っていうのもいろいろあるのであら利益って言っておきますね。最近ドラッカーさんの本を読んだ方は限界利益とかね言う方いらっしゃいますけども、まあ、あら利益です。何かっていうと売上と原価ってですね一番簡単なものです。大きな利益ですよね。でそれはどこから出てくるかというとそれは商品あるいは皆さんの会社では独自技術でおっしゃったようにそういう有料サービスをね提供している企業さんもあります。どっちかというとうちは物とか製品ね、そういう形のものある物とか製品をうちは売ってるんだ扱ってるんだっていう方で分けていただけますか。そういう会社の方中にはそれ以外に有料サービスといって何か特定の、ね、ものではないんだけれどもそのようなものを行ってお客様からお金いただいている有料サービスでどっちかというと経営が成り立っているという会社で分けていただきました。ね、そういう会社をします。なんかこの辺でやらますんですが平井さんとはどっちですか。ものですね。どういうものを扱っていらっしゃいますか。一応言った会社としてはどういうものですか。病院関係のキャビネットとか病院とか健康とかね、はい、ありがとうございます。まあそういうものね、ここでは、まあ、簡単に商品って言いますよね。うちはもう扱ってないけどっていう方も、まあ、一応それ商品って言いますので商品って言ったらそういう考えだそうです。そしてそれをですねお客様のお金と交換した時に初めてこの利益がですね出てくるんです。だからそれをうまく表したものが何かというと漢字の販売の販っていう字なんですね。でこの買いっていう字なんですよ。でこの買いっていう字は大体お金を表してるんですね。なぜなら漢字ってのはもともと中国で作られた証券マネーでしょ。だからもともと中国ではお金は買いだったんですね。だから貯金という字もそうですし物を買うっていう字も買いがついてますね。だからお金に関することを、まあ大体この会の字がついているわけです。そしてお金を入れ替えていくということなんですね。つまりその一番企業にとって根本的な利益とか財務の問題になる利益がどこから出てくるかというと、お客さんが持っているお金と商品が交換されたときに初めて生まれてくるんです。ただしここでこのピカッとしたり光ったりねポンと音がするわけじゃないんです。だからそれに気づいていないんですね。で、ここで大事なことはそのビジネスの原点は先ほどちょっと言いましたがビジネスの原点はお客さんの役員になってお客様からお金をもらうことですよね。だからその中心にあるものがこの理念とか社会貢献ということになってくるわけですね。そして大事なことはそのお客様を作ったり増やし維持することも経営において大切なことだということになってくるわけです。だからこれを一番明確に言った方が誰かというと皆さんの資料に書いてますようにピーター・ドラッカーという人がねこう言っています。
彼は経営の目的とは顧客の創造であると言ってるんですね。ただしその経営の目的は顧客の創造であるってことはちょっとピッと来ない方は、経営の核は顧客の創造って考えていただきますが、経営の核は顧客の創造と考えるんです。なぜならどんな会社でもお客さんいなかったらどうですか、入ってこないんですよね。そうでしょ、ですから経営の中心的なもの、この核は何かっていうと、それはお客様作りということになります。まあ、英語ではですね、こう言ってるんですね。 The purpose of 目的ですね。 The purpose of business is to create customer、 書いてですね、お客様を作るということが実は経営の目的なんだ。一応英語のことは皆さん資料に入れてありますよね。入れてあります。でちなみにですね、このクリエイトっていうのは新しく作るということもあるそうですね。新しく作るそうです。そうです。だから英語でね、お客様作りっていうのはゲッターカスタマーって言うそうですね。でもここでドラッガーさんはクリエイトって言ったのは、そういう市場を作ったり、今お客さんが必要としているもので、市場にないものを作ること、それもクリエイトって言ってますね。そういう古い意味で言ってるので、ただのお客様作りではないということです。そしてもう一つ挙げていきましょう。もう一つは経営最大の資源はお客様ということですね。経営最大の資源はお客様ということです、ね。でこれ誰が言ったんですかって言ってらっしゃったので、一応名前から言いましたね。はい、私です。だから、そのお客さんいかに作っていくかって大事です。それではこのお客さんをね、一番経営大事なお客さんをどういうふうに作っていくかということなんですが、